サッカースイス代表は、スイスサッカー協会によって編成される、スイスのサッカーのナショナルチームである。愛称の、リナティは、スイス国民の意味から。FIFA ワールドカップは1934年の、イタリア大会で本大会に初参加。1回戦で、オランダに勝利し、ベスト8入りを果たす。1938年の FIFA フフワールドカップ、フランス大会では1回戦で、 ドイツに引き分け再試合にもつれ込むが辛くも勝利してに、大会連続でベスト8に進出した。3大会連続出場となった1950年の FIFA フフワールドカップ、ブラジル大会では開催国のブラジル、メキシコ、ユーゴスラビアと同じグループ1に入り、メキシコに勝利、開催国のブラジルに引き分けるなど検討したが、初戦のユーゴスラビア戦の敗戦が響き1勝1分1敗の3位で、 グループリーグ敗退となる。1954年の地元開催で行われた FIFA ワールドカップスイス大会ではイタリア、イングランド、ベルギーと同じグループ4に入る。この大会のみグループリーグにシード制が導入されそうあたりではなかったため、初戦のイタリアには勝利したが、結果的にそのイタリアと一勝一敗で並びプレーオフが行われた。 そのプレイオフでスイスはイタリアに4の1と勝利し、結果的にイタリア相手に2勝してグループリーグを2位で突破し、3度目のベスト8入りを果たした。ベスト8ではオーストリア相手に打ち合いを演じるが5から7で敗戦した。1962年の FIFA ワールドカップ、チリ大会では開催国のチリ、西ドイツ、イタリアと同じグループ2に入るが、全敗でグループリーグ敗退。 1966年の FIFA フフワールドカップイングランド大会では、西ドイツ、アルゼンチン、スペインと同じグループ2に入るが2大会連続で、全敗でグループリーグ敗退。その後は予選突破ができず、1994年の FIFA フフワールドカップアメリカ大会まで本大会には出場できずにいた。その1994年 FIFA ワールドカップアメリカ大会予選では、 同組となったイタリアを相手に1勝1分と、勝ち越して7大会ぶりに予選を突破する。本大会では開催国のアメリカ、コロンビア、ルーマニアと同じグループ A に入り、1勝1分一敗の2位で、ノックアウトステージに進出した。ラウンドオブ16では、ラウンドオブ16でスペインと対戦し、0から3で、敗戦した。UEFA ユーロには、UEFA ユーロ1996で、 本大会初出場を果たす。グループリーグでは開催国のイングランド、オランダ、スコットランドと同じグループ A に入り、初戦で開幕戦となる開催国イングランド相手に1、1-1と引き分けたが、その後2敗を喫し、初の本大会は、グループリーグ再開で敗退となった。1998年の FIFA ワールドカップ、フランス大会では、予選で、 プレーオフに進出できる2位のハンガリーに勝ち点2とわずかに足りず4位で敗退となり2大会連続での出場は叶わなかった2000年の UEFA 欧州選手権ベルギー・オランダ共催大会では予選でデンマークと勝ち点で並んだが直接対決で1分1敗と負け越し3位となり予選敗退となった2002年の FIFA ワールドカップ日韓共催大会では 予選で後に本大会に出場となる、ロシア、スロベニアと同じグループに入ったが、フェロー諸島とルクセンブルクにしか勝利を挙げることができず、結局予選4位となり2大会連続で、予選敗退となった。2004年の UEFA ユーロ2004では、予選で2002年の FIFA ワールドカップ予選で敗れた、ロシアと、再び同組になるが、勝ち点1差で、 そのロシアを振り切り予選1位となり2大会ぶりの本大会出場を決めた。本大会ではフランス、イングランド、クロアチアと競合国ばかりのグループ B に入り1分2敗で初の決勝トーナメント進出とはならなかった。2006年の FIFA ワールドカップドイツ大会ではプレーオフで前回大会3位のトルコをアウェイゴール差で破り3大会ぶりの本大会出場となった。 今大会のグループリーグでは、今大会限りで現役を引退するジネディーヌジダン、要するフランス、前回大会4位の韓国、初出場の東後と同じグループ G に入った。初戦のフランスには0-0と引き分けたものの、東後、韓国には共に無失点で勝利し、グループステージを1位で通過した。ノックアウトステージでは、ラウンドオブ16で、初出場となるウクライナと対戦し、 0から0で PK 戦までも連れ込んだ結果、1失点無スすることなく敗退した。オーストリアとの共同開催となった UEFA ユーロ二2 0 0では、チェコ、ポルトガル、トルコと同じグループ A に入ったが、開幕戦のチェコ、2戦目のトルコに連敗をし、最終戦を戦わずして、グループステージ敗退が決まった。二0 1年の FIFA ワールドカップ、南アフリカ大会では、 予選でギリシャを勝ち点差1で振り切り、本大会に2大会連続出場を決めた。本大会では後に、大会初優勝となった、スペイン、チリ、ホンジュラスと同じグループ H に入った。グループステージ初戦で、スペインに1の0と勝利するも続くチリには0の1と、敗れ、最終戦のホンジュラスに勝てば、決勝トーナメント進出の可能性が十分あったが、0から0と、 スコアレスドローとなり3位でグループステージ敗退となった。なお、第2戦のチリ戦で後半30分にマルク・ゴンサレスにゴールを決められるまで559分の連続無失点記録を樹立した。3大会連続出場を狙った2012年の UEFA ユーロ2012では予選でイングランドなどと同組になるがプレーオフに出場できる2位のモンテネグロに 勝ち点1差でわずかに及ばず3大会連続出場は叶わなかった。2014年の FIFA ワールドカップブラジル大会では予選でアイスランド、スロベニアなどと同組になるが序盤から勝ち点を積み重ね終わってみれば7勝3分の成績となり無敗で予選を突破した。本大会では組み合わせ抽選会が行われた当時の FIFA フフランキングで7位となりシード国が入る。 ポット1となり、エクアドル、フランス、ホンジュラスと同じグループ E に入った。初戦のエクアドルには1-1で迎えた、後半アディショナルタイム3分に、ハリス・セフェロビッチのゴールで2から1と逆転勝利をした。続くフランスには終盤に2点を返すも2から5と、大敗を喫した。最終戦の相手は、前回大会同様ホンジュラスが相手となったが、 ゼルダン・シャチリのハットトリックの活躍で3から0と勝利し、グループステージ2位で2大会ぶりのノックアウトステージ進出となった。ラウンドオブ16ではアルゼンチンと対戦し、延長戦までもつれ込む接戦となったが、延長後半13分にディマリアにゴールを奪われ、0から1と敗れた。二千十六年の UEFA ユーロ二千十六では予選を二位で突破し、2大会ぶりの 本大会出場を決めた。本大会では開催国のフランス、ルーマニア、アルバニアと同じグループ A に入り、1勝2分で2位となり、初のノックアウトステージ進出を決めた。ラウンドオブ16でポーランドと対戦し、前半39分に、ポーランドの役部部ワシュチコフスキーに先制点を奪われるが、後半37分に、 ジェルダン・シャチリのゴールで同点に追いつくことに成功した。試合はこのまま PK 戦までもつれ込んだが、スイスの二人目であるグラニト・ジャカが失敗をし、対するポーランドは全員成功させ、スイスは敗れた。2018FIFA ワールドカップには4大会連続で出場を決めた。同大会では、ブラジル、コスタリカ、セルビアと同じグループ E に入り、 ブラジルに次ぐに通過で2大会連続のノックアウトステージ進出を決めたが、ラウンドオブ16ではスウェーデンと対戦して敗れた。1年延期された UEFA ユーロ2020ではグループステージを2位で通過、ラウンドオブ16でフランスに PK 戦で勝利し、UEFA ユーロでは初の準々決勝進出もスペインに PK 戦で敗れた。スイスは 初出場の1934年大会初戦から1994年大会のラウンド16まで出場を22試合連続で失点を喫しており、これはワールドカップにおける連続試合失点の記録である。その一方で2006年大会ではグループリーグ3試合を無失点、決勝トーナメント1回戦でウクライナに0-0からの PK 戦で敗れ、 ワールドカップ史上初の無失点での大会敗退というチ記録を残した。さらに2010年大会のグループリーグ第1戦のスペイン戦も無失点でイタリアと並ぶ5試合連続無失点のワールドカップ大記録を樹立し連続試合失点と連続試合無失点両方のレコードホルダーになった。続くチリ戦では後半30分に失点するが この時点までの大会通算連続無失点時間は86.90年大会のイタリアをも上回る559分となり、わずかながら記録を更新した。2021年5月30日に発表された UEFA ユーロ2020の最終登録メンバー。ありがとうございます。